おはようございます。牧之原で寝てました。泊まってました。なんか DM 見たらなんかさ、牧之原おったから泊まっとったんやけどってメール来とったけど、すみません、寝てました。とりあえず朝シャンします。ここ屋根があると思わせてからの屋根がないみたいな。だから今現在雨に濡れてます。わお、走れ走れ、よしよし。あれ、牧之原シャワー24時間やったっけ。よいしょ。はい、ここも屋根がないです。あ、前からシャワーから出てきはった人おるから、シャワーは空いてますね。昨日はお袋亭でマグロご飯、味噌汁、あと玉ねぎスライスを取って後ろパッて見たらごっついトンテキがあったから、トンテキも取ってしまって玉ねぎを返しました。何ぼやったっけ、1400円やったっけ。えぐー思ったけど勢いで食べた。なんか俺がトンテキ取ったから後ろのおっちゃんも釣られてトンテキ取っとったわ釣られるよなあれな。よっしゃ、じゃあお風呂行きまーす。よしよしよし。牧之原シャワーに潜入します。寝転びスペース利用休止。シャワーこっちですね。お風呂亭が24時間空いてる。あ、空いてますね。開いてます。よし。あ、コインランドリーの機械あんねや、知らんかった。しかも8キロってちょうどええやんこれ。あ、この機械あるやったらここありやな。じゃあコインランドリー、秋1,2,3,4,5個、5個とも全部空いてるから今日は真ん中の3号店に入ります。よし。あった。あ、なんかトニックの匂いがする。2号店にしよう。よし、 OK。 じゃあここでシャワー閉めます。ここは鍵を閉めたら電気つきます。バス運転手募集してます。よろしくお願いします。遠鉄バスさんです。うわ、寮、社宅、家賃補助、住宅サポートありです。こういうの素敵やんな。じゃあちょっとシャワーします。ちょっと、ありがとうございます。朝ごはん確か俺昨日もここで食べた。24時間営業。さあ、じゃあ朝食べていこう。今何時ですか。今何時や。7時15分。じゃあ昨日の夜もこのバチマグロを食べたけど、朝も食べます。朝はマグロと、あ、玉ねぎスライス量が多いな。なんかないかな。
キムチ、肉じゃが。昨日ここ振り返ったらここにトンテキあって。どうしようかな。ハムエッグ。じゃあちょっとこのハムエッグ、そこにしよう。じゃあこれとこれと。すいません、ご飯中と味噌汁ください。ラップを外して、あ、ラップしたままチンしたらいいかな。ラップは外すのかな。マグロも、マグロとラップ醤油、卵塩塩。あ、なんか。塩とドレッシング。オッケー。じゃあ。はい、完成。おいしそう。昨日の晩食べたポジションで朝ごはんも食べます。よし、今日は、はい、よし、目玉焼きとウインナー、キャベツとマグロとご飯中と、はい、朝ごはんです。じゃあいただきます。じゃあ作業ズボン、ユニフォーム着替えてぼちぼち出発します。お、ちょっと回りていけ。あれ開いてんじゃん、閉まってんのか。いや開いてるやろこれ、閉まってないやん。よいしょ、あれ閉まってない、あれ閉まれへん、なんでや、なんでか、あれなんで閉まれへんの。閉まった、よっしゃ、オッケー、オッケーでしょ。よいしょ、はい、おはようございます。改めておはようございます。牧野原でシャワーしてから、あのお袋亭で、ご飯食べました。朝からがっつり食べたわ、久々に。よっしゃ、マグロと何食べたっけ、ご飯中と味噌汁とマグロのちっちゃいのと、あ、何食べたっけ、思い出されへん、こういうのあかんねんな、ボケできねえな。思い出そうな。あ、そうそうそう。なんか、目玉焼きとキャベツの。半熟かなと思ったら、黄身硬かった。うわ、これちゃうねんなと思いながら。いや、食べたで。全部食べたで。ほんま。よっしゃ。あ、オッケーです。ちょっと待って。ちょっと待って。熱い。
GoPro 後ろに貼り付けとったやつ、あの両面テープがなんか緩くなったんかなんか知らんけど取れと思って何も後ろちょっと GoPro つけられんなって思って、はい、よいしょ。さあじゃあ出発しましょうか。点検を開始します。出航します。よいしょ。マキノパル出発します。これだったっけ、ワイパー、ミラーこれか。よっしゃ、じゃあスターティーン。よし、ちょっと待って、はい、マキノパラも宮殿ゾーンの横に寝てました。宮殿ゾーンの横は宮殿ゾーンじゃないねんけど、宮殿ゾーンレスで寝とってんけど、はい、ここと、あ、このあれか、なんか植木みたいなところが宮殿の施設が作れるから、この両左右にあんねんな。両左右、はい、よし、じゃあ出発します。皆さん、寝過ごさないでくださいよ。ですです。なんかもう、ずっと止まってエンジン切って寝とったから、なんかもう刺繍みたいに匂いしとったな。ほんまに、危ないと思って、そう。ああ。よし、右よし、右よし、うん、右よし、ライン寄せて走るゾーンとかあるやんな、みんな。いや、あるやろ。わあ、ガタガタガタなんて、わあ、かーん言うて。じゃあ、右寄ります。はい、本線入りました。今日は、なんか晴れそうな感じないですね。ちょっとこんな天気かな。昨日帰りの荷物は、空パレット積み込みしました。自主200で積みました。受付行って、ほんで積み込み来たんですけど、で、あーもうなこれサインちょうだいって言われて、ポンポナッカって書きかけた、危なかった。ほんでサインして、ほんで、あ、トラックどこつけたらいいですかって言ったら、あ、あそこもうパレット出してるから、もう向こうにある 2台のリフト、あ、もうどっち使ってもらってもいいからって、わかりましたって言って、もう積んだらもうそのまま出て行ってくださいって言われたから、あ、わかりましたって言って、ほんでバーってリフト行ったら、もうごっつい古いのと、もうほんまに極端やね、ごっつい古いのと、もうごっつい新しいのがあって、うわー、どっち乗ろうかなーと思って、うわー、もう周りもなんか トラック運転手こう待機してるドライバーおったから、何人か、わ、あいつボロいのと新しいのどっち乗るんかなって見てるかなって思いながら、うわ、どっちしようと思いながら、全然新しい方乗ったわ、全然ウィンウィンやったわ、ウィーンって動いとった。だから古いのな、あれレバーが1本で、ほら、上下、ほんで爪起こしたり寝かしたりする、わかるかな、起こしたり寝かしたり上に上げたり下げたりする、一本のレバーでこう斜めにしたりする、あのタイプやって、俺あれあんまり乗らへんから、乗れんこともないけど、なんかもうちゃんともう積んで帰りたかったから、もうええわ思って新しいの乗った、ウィンウィンやったわ、おサクッと積んで、はい、あ、マキノッパラお前何時間止まってんねんす言われるわ、お前です。止まれるときは止まる。さてと、ですですです、じゃあ今日もちょっとこれ荷物下ろしたら後の予定が未定なんですが、本日も頑張りたいと思います。
あ、見てじゃないんだ。なんか LINE 来とったな。来とった来とった。見てじゃないです。今の冗談です。なんか富士ちゃん本舗が本舗田中も見つけた言うて、サバエでよう見つけるな、あの人は。ほんまにもう絶対田中もな、なんか仕込まれてんねん。 GPS 絶対つけられてるわ、うん、とかです。なんか今日なんか俺牧野からで寝てたら、田中さん来たよーで DM 何件か来とったけど、すいません、さっき見ました。ほんまにごめんなさい、寝てました。なんか雨ちょっと今ここは降ってないな。向こう西行くほど晴れてんのかな。了解です。何が了解。じゃあ皆さん本日もご安全に。ですです。ポチッとな。牧之原、若い頃は牧之原牧之原って言うとって、いつぐらいかな、30ぐらいかな、なんかこうソフトバンクが無料通話になったぐらいかな、なんかこうドライバーとパーって喋るようになったら、なんか牧之原のこと茶畑言うねんな。茶畑って言うから、今まで牧之原やったのに茶畑って一瞬言うようになったわ。一瞬だけ、うん、誰に教えてもらったかな、武藤さんやったかな、茶畑って言うんですよ言うて、ちゃんで覚えた思うから、もう嬉しくて茶畑言うとったその頃かな、牧之原っていう人もおったから、あ、牧之原の方が落ち着くかなと思って。ほんならだんだん広くなっていって、関ヶ原のこと関ヶ原とか言っとったもんな今でも言うけど。あれ、トロッカー本当はガモゴリ自己渋滞ですね。じゃあほんまに気をつけていきましょう。ですです。じゃあ何回ポチッとなんですんで言うて、じゃあ聞くか通過したんで終わりたいと思います。ポチッとな。